こんにちは、こうちゃんです。今月の子供とは、今回で3回目になりました釣り家族をお送りします。前回はですね、荒川で手長エビ釣りに挑戦したんですが、今回はこちら神奈川県川崎市にあります釣り工さんにやってきました。そうなんです、なんと釣り家族では初めて海釣りに挑戦したいと思います。というわけで今回一緒に挑戦してくれる大沢さんファミリーです。おはようございます。おはようございます。元気いいね。ということでお父さん、なんか何やら相当釣り好きというお話を聞いておりますが。釣りは大好きです、ね、大好き、そうですか。皆さんやられるんですか。まあね、ちっちゃいんでね、最近あのカニ釣りかとか、あ、やっぱりちょこちょこ始めて。え、お母さんも。お母さんも好きなんですよ。好きじゃあ家ではじゃあ釣りの話ばっかりしてるのか。いや、してない。してない。してない。なんかでも今日釣れるといいね。ね、立派なのが釣れるといいですね。子供たちのためにも。ためにね。じゃあ今日は一日よろしくお願いいたします。というわけで、僕らが今回やってきたのは JR 川崎駅からほど近く、東京湾に接する川崎区池上町にあります釣り工さん。7隻の釣り船で東京湾の四季の釣りを常時6種類以上の釣り物で楽しめる、都心からのアクセスの良い船宿さんです。船釣りは一見敷居が高そうなんですが、ベテランの船長さんやスタッフの皆さんが親切に釣りを教えてくれ、竿や仕掛け、餌などすべて用意してもらえるので、実は初心者や家族連れには手軽に釣りを楽しめる良い手段なんです。さあ、天気にも恵まれて絶好の釣り日和、楽しい船釣りにいざ出発です。さあ、というわけでいよいよ船に乗り込むんですが、先生、はい、おはようございます。おはようございます。今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。海来ちゃいました、はい、ついに来ました。来たね。まさかこんな早い時期に来るとは。はい、皆さん期待してましたから。はい、今回海何を釣るんですかね。何を釣るかというよりも、はい、まあ見ての通り船がたくさんありますので、うん、船釣りの面白さ楽しさ、はい、であとは家族で、あの手軽に楽しめるということを味わっていただきたいと。なるほどね。はい、でもそうは言いつつも、何かこう狙ってる魚あるんですよね。そうですね。さっきね、ちなみに僕ここ駐車場来た時に、はい、お客さんアジとかって聞かれちゃったわけですよ。はい、だから何かあるわけですよね。この時期に釣れるものなんですけども、代表的な魚としてはシーバス、はいはい、あとはアジ、うん、はい、あとサバですね。先生、アジ、サバは分かるんですけど、はい、シーバスって何ですか。シーバスっていうのは、うん、あの淡水にいるブラックバスとかと同じ仲間なんですが、まあ、海にいるあのスズキのことですね。スズキね、はい、スズキっていうのは聞いたことありますけど、でもあれって大きくないですか。最大で1メーターぐらい。そんな大きいの。はい、釣れんのかな。でもそれでどうやって釣るんですか。餌とか、なんか、餌で狙うやり方もあるんですけども、はい、今回はルアーを使って釣りをしてみたいと思います。アジとかサバもルアーで釣れるんですか。釣れますね。小魚を食べている魚なので、小魚をイミテートしたルアーを使いたいと思います。なるほど。なんかね、こういよいよこう実践になってきたっていう気がして、はい、今までのがこう練習でね、はい、なんか実践っていう感じするんですけれども、はい、ただね、先生、一つ不安があるんですよ。はい、船何度か乗ったことあるんですけど、はい、僕ね、船酔いが心配で。あ、そうですね。でも今はですね、うん、船酔いに効く錠剤の薬も出てますし、はいはい、まあ、液体タイプとか、あとお子様に効くような薬も出てるので、そうですか。それを飲んで酔った人はほとんどいないと思うんですよ。なるほど、はい、それ聞いて安心です。じゃあ先生、最後にもう一回聞きます。はい、今日釣れますか。間違いなく。いただきました。間違いなく釣ります。僕はどうだろうな。まあ、今までの流れがあるので、お子様が先に。そうですか。はい、わかりました。ぜひ頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、いよいよ出港です。船動きました。元気よく行ってきます。行ってきます。これ先生、こう紙テープとかいらないですか。あの海外に旅立つわけじゃないですけど。あ、すごい、カモメがいっぱい飛んでる。うん、割とあのこう素人知識で
はい、魚がいるところにこういう鳥がいるっていうなんかこう知識があるんですけど、はい、今日はじゃあもうこう我々の行く手をこう祝福してくれるかのように。そうですね。もうここから鳥が準備してるんですかね。はい、この後も鳥を探しながら船長が走ってってくれると思うんですよ。そうなんですか。鳥はイワシを追っかけてるので、この時期メインに食べてるのはイワシなんですよ。鳥山っていうんですけど、はいはい、あのカモメとかがこうわーっと立ってる状態ですね、うんうん、で、まあ、上にこうああああってなってこうなって水の中に突っ込んでいくようなものがあったら、はいはい、もうじゃあ間違いないってこと、ね、120% 釣れます。120% 下からは魚でイワシが追い上げられて、うん、上からは鳥でやられてっていう、魚辺に弱いと書いてイワシなんで。なるほど。そのイワシも勉強になるな。プランクトンを食べてるんですよ、はいはい、で浅いところは日光がたくさん当たるので、動物性植物性のプランクトンがたくさん発生するんですよね、で東京湾は浅いところが多いのでイワシがものすごいたくさんいて釣れる魚もたくさんいる。なるほど。それを追っかけて順にねどん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 魚種が集まってくるんですよね。さあということでですね、いよいよポイント到着、出港してから20分ぐらいでしょうかね、船長の村山さんにお話を聞いてみたいと思います。村山船長、おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。船長、20分ぐらい出港してから来ましたけれども、はい、まずは何を狙うんでしょうか。シーバスですね。シーバス、はい、これなんていうんですか、堤防っていうんですか、ね、これは堤防ですね。堤防、はい、この際あたりにいるもんなんですか。そうですね、そういう際影にね隠れてる。なるほど、はい、で船長一つ聞きたいんですけど、はい、今回私たち親子で参加させてもらったんですけど、はい、割とお子様連れで乗る方っていらっしゃいますか。あ、結構いますよ。はい、そうですか、わかりました。今日釣れますか。頑張ってください。わかりました。じゃあ今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ先生、ポイント着きました、はい、到着しました。早速なんですけれども、はい、まずね、まあ、今こう船乗ってきました、はい、なんかねこう印象として走ってる時よりやっぱこうやって止まった時の方がこう揺れますよね。そうですね。でそこでこれ、はい、ライフジャケット。ライフジャケット、これやっぱり必要ですよね。海の場合、うん、これを着ていると 90% 落っこっても助かるんですけど、着ていないと 90% なくなってしまうみたいな。逆だ、はい、だからもう船乗る時はもうじゃあこれは必ずつけないといけない。絶対ですね。あとは帽子、はい、これはやっぱりまあ、道具にも関係してくるんですけれども、今回この道具、またこのルアー、はい、一番最初こう管理釣り場でやりましたけれども、はい、これをこう投げるときに危なくないように、そうですね、っていうのもあった方がいい、はい、頭を保護する意味と、まあ、日焼けをしない、なるほど、ね、そうですか。